りのオシスクッキング、こんにちは、料理研究家の麻生玲奈です。今回はスキャベツサンドイッチを作りたいと思います。オシスを使ったスキャベツを入れて野菜たっぷりのサンドイッチを作ります。ぜひスキャベツアレンジとして作ってみてくださいね。それでは具材の下ごしらえから進めていきます。まず皮をむいた人参を千切りしていきます。薄切りしてその後に並べて細く切ってください。続いてゆで卵を輪切りしていきます。ツナとマヨネーズ大さじ2、よく和えておきます。ツナの汁気、オイルなどはしっかりと除いてください。先ほど切った人参に分量外で塩を一つまみ入れて塩もみしておきます。さっくりと混ぜて下味だけつけておいてください。続いてスキャベツの汁気は今回は使わないので除いていきます。オイシースの漬け汁はドレッシングなどに使ってください。汁気はパンの中に入ると水分が出てしまうので水分がある分は除いておきます。この状態で使ってください。続いてまな板にラップを敷いて上にパンを乗せてください。この上で具材を乗せていきます。バターをパンの両面に薄く塗ってください。今回は具材が多いので片面に積んでいくように並べていきます。卵を並べます。上からツナを置きます。隙間を埋めるように具材を乗せていってください。人参も乗せる直前によく水気を拭き取ってからパンの上に乗せてください。スキャベツを乗せていきます。汁気をよく除いて最後上に積んでください。今回の一つ分のサンドイッチで約 100g 強のスキャベツが入っています。これをパンでゆっくり挟んで最後出た分を少し調節してこの状態でパンをなじませていくのでしっかりとラップに包んでください。具材をしばらくなじませてこのあとラップごと切っていきたいと思います。
食べるときはラップごと切っていきます。断面を開いて完成です。